どうも、こまわりです。今回は、東京グルリ、インボーク、ガシャにですね、チーシャー、これ、チーシャって読むでしょ、チーシャレンって読むの、これ、復習来てますね。まあ、それと同時にですね、アタッチメントガシャなるものが、また石を取りに、僕たちから石をね、巻き上げに来てるんですけれども、だけど、どうしよう、これ、ステップアップが、なぜさ、新ピックアップがさ、ステップアップで来るかな。ちょっとタタラの性能見ようか。敵単体アタック300、まれに麻痺。微妙ですね。これあれだよね。篠原じゃないか。これ篠原 200% だっけな。あんま覚えてないですけど。あ、ちょっと待って。宝治さん見よう。宝治さんは全員160。これ金木より上なのかな。軍に対してダメージ 150% アップか。あー、まあステップアップで引くような性能なのかな。わかんないですね。ですね。じゃあ、とりあえず、50個までかき集めてきたんで、一回10連引いて、まあでもね、これ引くならステップ、最後までいかないともったいないような気がするんだが、まあ、一回10連引きのアタッチメント一回引きますか。はい、そうしましょう。俺、10連引くの久しぶりだな。はい、ゴミ。ちょ、待って、ほんとやめて。もう、だから10連嫌なんだよ、ちょ。きついな。メンタル的にきついですね、今のは。じゃあ、これ10連。10連でしょ、これ。10連じゃないの ?10 連と信じたい。え、5回え、5回あ、5回なのこれ。あ、なるほどね。まあ、いいや、いいや。一瞬10回かと。いや、アタッチメントで取られるの結構きついな。しかも連続しか、今単発あったっけ?連続しかなくない?単発あったのこれ見逃しかもしれない。あー。でもいいね、アタッチメントがいっぱい手に入るっていうのは。俺全然アタッチメント持ってないからさ。はい、はーい。あ、どうしようかな。アタッチメント、あれ、これ確かさ、アタッチメントってさ、取り外しできるんだっけ。ちょ、忘れちゃったんですけど、アタッチメントって取り外しできるんですかね。わかんないですね。はい。もし知ってる方いたら教えてください。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。